はい、ということで皆さんこんにちは、ショータイムです。今回ですね、あさってですね、3月30日土曜日、3時キックオフで行われます。サムネタイトルでもわかる通り、風ゲロンタレ対 FC 東京の玉川クラシコについて、試合前プレビューを行っていきたいと思います。このショータイムはですね、普段広島の試合名前配信であったり、同時観戦、いろんな広島にまつわる情報というところを発信しているチャンネルではありますが、まあ、今年からですね、毎節、まあ、その広島の試合以外に注目の試合というところ1試合、プレビュー、そして試合後感想まで、やっていけたらなと思っておりますので、今回はまあね、誰が見ても分かるであろう注目試合、川崎フロンターレ対 FC 東京の試合について、試合前プレビューしていきたいと思います。このショータイムはですね、1万人を突破して、ここから2万人、3万人とさらに J リーグを盛り上げていく上で頑張っているチャンネルでもありますので、ぜひぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。そんな感じで早速喋っていきましょう。はい、ということで早速喋っていきたいと思います。まずはですね、ここまで4試合終わった中での各チームの、まあ、順位というところをちょっと紹介していきます。まずホームの川崎フロンターレですね、開幕節というところ湘南に勝ったものの、まさかのここから、第2節から3連敗を喫している状況になり、現在勝ち点3で15位という形になっています。まあね、主力も抜けつつ、なかなか難しい、新シーズンという形にはなりましたが、まあ開幕節のような試合ができればね、ここから順位を上げていくことは可能だと思いますので、まあこの FC 東京戦、玉川クラシコでなんとかホームで、連敗をストップして、復活の兆しを見せれるような一試合にしてほしいなと思います。対する FC 東京ですね、開幕節から2試合連続引き分け、そして、再3節で負けてしまいましたが、まあ前節、福岡、との試合で今季ホーム初勝利という形になり、現在は勝ち点5、10位に位置づけている状況です。まあ、このね、玉川クラシコに勝って、さらに FC 東京としても優勝争いに関わっていきたいという上では、難敵、川崎フロンターレとの試合になりますが、必ず勝ち点差をつかみたい一戦だと思います。そんな川崎フロンターレ対 FC 東京の直近5試合の戦績ですね。というところ、昨年は、FC 東京が5月の、ホームの試合ですね、2対1で川崎フロンターレに勝利をしましたが、9月の川崎フロンターレのホームスタジアムでは1対0、宇野0の敗北を喫しているという形になります。直近5試合で見ると川崎フロンターレの4勝1敗という形で大きく、勝ち越している状況になっておりますので、まあ、そんな中で、現在 FC 東京の方が調子いいのかなというのは、個人的に伺えますので、勝利できるのかという一戦になっています。結果的というか、これまでの、総成績のところで川崎フロンターレの17勝、FC 東京の7勝、引き分けが4試合ということで、まあ、フルフルで見てもこの川崎フロンターレの方が、部がいい、相性がいい一戦です。そんな中で始まる、あさって土曜日に行われます川崎フロンターレ対 FC 東京の試合ということで、予想スタメンの方ちょっと喋っていけたらなと思います。はい、ということで、こんな感じになりました。まずは、ホームの川崎フロンターレから紹介させていただきます。まあ、正直ね、前節で、3連敗ということで、鬼木体制で初になるのかな。まあ、ちょっと、イレギュラーなことが起きていますので、どのようなメンバーになるのかっていうのは、正直、読めないところはありますが、まあ、前節、そしてこれまでのところから見て、予想させていただきました。まず最初のところ、キーパーからですね、ここも正直、どうなるのかわかりません。チョン・ソンリョン選手なのか、上福本選手なのか。まあ、ですが、前節含めて上福本選手が出ていることを考え、ひとまず上福本選手を入れさせていただいております。右から立花選手、ジェジェウ選手、丸山選手、三浦選手。まあ、このね、今季山田選手が抜けた右サイドバック、かなり苦しんでる様子があります。まあ、立花選手も本職ではないですし、もちろんね、立花選手としても頑張ってる部分もありますが、まあ、本職の右サイドバックから考えるとなかなか、難しいプレーを強いられている部分もありますので、まあ、ここは今後とも、新加入選手含めて誰が台頭してくるのかは、肝になってくるポジションです。センターバックですね、ジェジュー選手、丸山選手で、そして左が三浦選手。スリーボランチですね、ここは、今季の川崎フロンターレの強みでもあるでしょう。山本選手、脇坂選手、瀬古選手、このスリーボランチになっています。もちろん、この他の選手が入ってくる可能性あると思いますが、まあ、川崎フロンターレの、攻撃、軸としてこの3選手が、うまく回っていければ、前への配球、まあ、そしてこの3人でも点を取ることができるのかなと思いますので、まあ、ここは特に注目してほしい、3選手となっています。
スリートップが、右に家長選手、左に、ここはですね、前節鹿島戦、2枚のイエローカードで退場してしまった、まあ、マルシーノ選手が今節出場停止ということで、まあ、これまで、の試合を見ても、まあ、マルシーノ選手と変わることが多かった、トノ選手を入れさせていただいております。まあ、ここにね、センターフォードに小林選手がいて、左に山田選手、まあ、様々な、スタートなどで、やり方っていうのはあるのかなと思いますけど、ひとまず、まあ、そのままポと、トノ選手を入れさせていただいた形です。で、センターフォードが先ほども言った通り、山田選手ですね。まあ、ここは若い、新ストライカーということで、幾度となくこれまでね、チャンスにも絡んでいる部分はあるので、まあ、この難しい状況の中で、新ストライカー山田選手がなんとか点を取ってほしいなというところがありますね。はい。まあ、その場合もありますし、先ほど言った通り、山田選手ではなく小林選手のチョイスっていうのも大いにあり得る。まあ、玉川クラシコでもね、幾度となく得点を取ってきた小林選手に、かける。という場合も、鬼木監督としてはあり得るのかなと思いますので、まあ、このセンターフォワードと、まあ、キーパー含めてですね、ここはちょっと入れ替わりが激しくなってくるポジションなのかなと思いました。まあ、川崎フロンターレとしても、ここ数年でなかなかない開幕のダッシュということになっていますので、この FC 東京戦に対して思うことはかなりあるのかなと思いますし、まあ、なんとしても、ホームで連敗を止めたい。そして、ホーム、今季初勝利を目指していく上で、負けられない一戦ということで注目が集まる試合だと思います。続いてですね、 FC 東京の方を話していきたいと思います。はい、ということで、こちらが FC 東京の予想スタメンです。まあ、ここはですね、前節勝利したということもあり、ほぼほぼ変わらないのかなと思いますので、まあ、ちょっと紹介していきます。キーパー、ここはですね、もう今季守護神となっているであろう畑野選手、右から、日本代表選出の、長友選手、左に番組長根選手、センターバックはですね、木本選手と森重選手です。まあ、今回開幕、違う二人が入っていましたけど、まあ、前節含めてかなり安定感もあるということで、そのままの採用としています。ツーボランチですね、前節今季初先発となって、MVP 級の活躍をした甲選手、その相方が原川選手です。まあ、このね、甲選手というところも新潟から、今季 FC 東京目玉の移籍として、加入した甲選手ではありますが、まあ、開幕からちょっと怪我もあって出れなかった部分はあったんですが、まあ、前節今季初スタメンということで、チームの今季初勝利にも貢献しましたし、まあ、さすがの、潰し屋というか、守備力も高く攻撃への、参加というところもね、積極的に行く、まあ、この甲選手でもありますので、ここから、どんどんスタメンのチャンスというところが増えてくると思いますし、松木選手がね、その分1個上がるということで、より攻撃的、守備的に働いてくるということで、この甲選手の活躍もね、今季特に目が離せないんじゃないのかなと思っている選手です。で、1個前、トップ下のあたりですね、に、甲選手が入ったことによって1個序列を上げた松木選手。まあ、ここもですね、パリ五輪世代として、かなり期待も寄せている選手でもありますし、まあ、今季新キャプテンとして果たしながら、頑張っている選手もあるので、まあ、この玉川クラシコということで、かなりバチバチな試合が見れるんではないでしょうか。この3トップは変わらずですね、左に遠藤選手、右に中川選手、トップに荒木選手です。まあ、甲選手が入ったことで、1個ずつ松木選手が上がって、荒木選手が上がったという部分もありますが、まあ、前節、ディエゴ選手が怪我をしてしまっていたということもあって、このフォーメーションを採用したんですが、まあ、しっかりとね、ハマっていたという印象もありますし、荒木選手もかなりの、得点感覚、コンディションも上がってきているなという様子もあります。FC 東京の活躍もあり、パリ五輪、のね、試合も呼ばれたということで、ここから、さらにアピールしていく上で得点という数字に、注目していきたい部分もありますし、まああれだけね、活躍している。そして前節今季初勝利をしたということで、ディエゴ選手はベンチスタートなのかなという予想ですし、まあこのスタメンでスタートしても途中からまあディエゴ選手が入ってきたり、タラツミラ選手、ジャジャシルバ選手、まあね、ちょっと攻撃陣はかなり強力な選手が、ベンチにも控えているということで、この川崎の対戦どのような試合をしていくのかっていうのも要注目になってくる試合なのかなと思いますので、まあこんな感じの予想にさせていただきましたし、まあ鹿島戦のような戦いができれば、この川崎フロンターレもですね、過去の戦績問わず、今年は、連勝に向けて勝つことができるんではないのかなと思いますので、まあこの FC 東京の予想スタメンをさせていただきました。はい、ということですね、今回は、あさって土曜日に行われます、大白熱の玉川クラシコ第5節ですね。川崎フロンターレ対 FC 東京の試合について、試合前プレビューさせていただきました。まあ本当に両チーム、崖っぷちという状況で、FC 東京としては、今季初の連勝。で、川崎フロンターレ、ホームの川崎フロンターレは今季初勝利。そして、まあなんとか連敗を止めたい、3連敗を止めたいという一戦になって、まあいつも例年の玉川クラシコとは違うちょっと立場での戦いということになりますが、まあ、白熱することは間違いないのかなと思いますので、現地行かれる方も多いと思いますし、
普段川崎フロンターレ FC 東京の試合見ない方もこの試合を見ても、まあ、外すことはないんじゃないのかなと思いますので、注目して見ていただければなと思います。ということですね、今日もお伝えましょう。この方がいいなと思いましたらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。まあ、普段、広島の情報を発信しているチャンネルではありますが、まあ、今期はね、より J リーグを盛り上げていくという上で、このピックアップ J も、毎節紹介していきたいところありますので、まあ、J リーグサポの方もチャンネル登録してくれたら嬉しいです。そして、今夜10時ですね、週末に行われますサンフレッチェ広島対ガンバ大阪戦の試合前生配信ということで、イクパパチャンネルさんとの、生配信というところもありますので、そちらも見ていただけたらなと思います。まあね、先週は代表ウィークということで J リーグがありませんでしたが、1週間空いて、いいコンディションで選手も今週末に迎えているのかなと思いますので、まあサポーターとしても現地行かれる方は多いと思いますが、楽しんで週末の J リーグ行っていただければなと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。今日もお会いしましょう。ではまた、ボー。